たくあんボーイ、どうもたくあんボーイです。本日はですね、たくあん TV のオープニングとイラストができました。ということで、本日はもうね、ちょっと前からもう使ってるんですけど、実際にたくあん TV のオープニングと、あともう一つ、これはまだ誰にも見せてないんですけど、たくあんボーイのイラストが完成したので、今回はその2つを発表していきたいと思います。早速ですが、たくあん TV のオープニングをご覧ください。どうぞ。はい、ご覧いただけましたでしょうか。たくあん TV っていう電車がここら辺走ってって、でーでーでーって、まあなんか愉快な音楽とともに、こうやってスタートしますっていう、発車しますっていうオープニングなんですけど、まあこちらはですね、今編集の仕事をやってますたくあんボーイの兄貴がですね、やってくれたんですよ。たくあんボーイの、まあ、ネタをね、最近鉄道をメインにやってるっていうのもあってですね、簡単に電車にして、ね、たくあん TV っていう電車走らせて、始まります、発車しますっていうオープニングにね、スタートしますっていうオープニング、もうシンプルな感じで作ってもらいまして、これをね使わせてもらおうということでね、まあ、しばらくはこのオープニングでやっていこうと思いますのでね、皆さん、これを見たら、おたくあん TV 今日も始まったなっていう感じで思い出していただけたらね、思っていただけたらいいなと思います。あとこのね、まあ、ロゴもね、たまにここのチャンネルの端の方に、こっちかこっちかどっちかわかんないですけどの方に載ってるんですけど、まあ、この電車ですね、今走ってたたくあん TV っていう電車ですね、これもロゴというか、まあ、チャンネルのエンブレムというか、なんていうんですかね、まあ、チャンネルのマークみたいな感じでね、たくあん TV っていう感じでここに付けさせていただいております。このオレンジっていうのもね、僕の、まあ、衣装でもありますし、たくあんの色でもございます。そちらの色をねイメージして、たくあんボーイの兄貴が作ってくれました。シェイシーついでに恋ダンス、ではですね、お待ちかねのたくあんボーイのイラストを発表したいと思います。それではたくあんボーイのイラストがこちらです。可愛いですよね。めちゃめちゃ良くないですか。これはですね、僕の友達の、まあ、イラストレーターさん、イラストをね描かれている方がいるんですけど、その友達にゆるい感じで、ふんわりしたゆるキャラっぽいたくあんボーイを作ってくれないかっていうことで、まあちょっと自分の中でね、いくつかオリジナルでイメージした絵があったんですよ。いろいろ描いて、僕の中で描いたこのバカボン風たくあんボーイとか、それこそこのね、もうゲゲゲの鬼太郎風ってやったんですけど、ほぼ鬼太郎ですね、キョロちゃんですよ。もうこんなキョロちゃんっぽいたくあんボーイとか、スヌーピーっぽいたくあんボーイとか、ジャイアンっぽいたくあんボーイとか、いろいろ書いてみたんですけども、サザエさんっぽいたくあんボーイとか、まあ、これはよくわかんないですけど、まあ、自画像みたいなやつですね、米津玄師っぽいたくあんボーイとか、なんか、まあ、もうこれたくあんボーイじゃないですけどね、なんか書いたんですけど、うまいこといかなかったんでお願いしたんですよ。で今回書いていただきまして、こんな感じに仕上がりました。とてもこのテンパの感じもね、僕のくるくるの感じもそっくりですし、まあ、このね垂れ目の感じもね、もういいですね。この優しい感じが出ちゃってますわ、もうにじみ出ちゃってますわ。本当は優しくないですよ、うん、もう一個書いてもらったんですよ。これがこちらになります。たくあんボーイの2つ目なんですけど、これ帽子かぶってますよね、まあ、この帽子何なのか、まあ、なんか普通にめっちゃ似合ってますよね。この帽子、まあ一応イメージしてるのは、よく駅員のモノマネをやったりするので、鉄道員の制帽みたいなのをイメージした帽子ですけど、まあなんかこうやって見たら普通にね、農家の帽子にも見えますし、全然おしゃれ帽子にも見えますしね。だからまあその鉄道に限らずね、帽子バージョンのたくあんボーイのイラストというか、たくあんボーイですね、いいイラストが完成しました。シェイシェイついでに恋ダンス。